ティモシー・フランシス・ラヘーは、アメリカ合衆国のプロテスタントの牧師、作家、レフトビハインドシリーズの作者として知られる。1926年4月27日、ミシガン州デトロイトにおいて生まれる。父・フランク・ラヘーは、フォードの従業員であったが、1936年に、心筋拘束で亡くなった。その頃、ティムは9歳であり、父の死は彼に大きな影響を与えた。 彼は非常に落胆していたが、葬儀の際に牧師はこのように言った。これはフランクラヘイの終わりではない。なぜなら彼はイエス・キリストを受け入れており、再臨の日にはキリストにある死者が先に天に挙げられ、我々は空で再会することができるから。ラヘイは後に牧師の言葉についてこう言及している。突然私の心の中に、 父と再会できるという希望が湧いた。その後1944年、夜間学校を卒業した18歳のラヘーは、アメリカ陸軍航空軍に入隊し、ヨーロッパ作戦戦域において、爆撃機の機関重視として従軍した。そして、1950年には、サウスカロライナ州、グリーンビルにあるボブ・ジョーンズ大学を卒業した。さらに、ウェスタイカミ学校で戦況学博士。 ディバティ大学大学院で文学博士を取得した。その後、サウスカロライナ州パンプキンタウンで牧師を務め、1956年までミネアポリスの集会を巻き返した。その後、ラヘイ一家はカリフォルニア州サンディエゴへ引っ越し、スコットメモリアルバプティスト教会で25年間牧師を務めた。同教会では、 当初275人規模だったのを2400人規模の教会へと成長させた。そして1971年には現在のサンディエゴ・クリスチャン・カレッジの前身となるクリスチャン・ヘリテッジ・カレッジをエルカホンに創設した。またさらに1972年にはヘンリー・モリスと共同で同カレッジ内に創造科学研究所を設立した。 家庭生活についてのセミナーの主催者として各地を講演して回り、カウンセラーとしても高い評価を受けていた。ラヘイは自らの考えを多くの人々に伝えようと考え、1970年代後期から1980年代初期までクリスチャンボイスを通じて政治活動に関わった。1979年、彼はジェリー・ファルエルを後押しして、 ロビー団体モラルマジョリティを設立させ、自ら理事として関わった。また、妻のビバリーは、宗教右派の女性団体、コンサーウィメン・フォー・アメリカを設立した。1981年、彼は政治と執筆に集中するために、牧師の職を辞任した。そして、同じ年に、政策立安心区タンクのカウンシルフォー、ナショナルポリシーの設立を援助した。 1980年代、彼は、統一協会の幹部、僕、広史、広氏から金銭を受領したとして、福音派の中で批判を受けた。加えて、文鮮明の習慣に反対して設立された団体に、参加したことでも批判を受けた。また、1996年には、羅平の妻が文鮮明のイベントに登壇している。また、羅平は、ロナルド・レーガンの大統領選の際、 彼を直接支援した。また彼は1988の大統領選挙の際にジャック・ケンプを支持しようと考えていたが彼の反カトリック主義的な考えが明らかになるとすぐにその支援から退いた。また2000年の大統領選挙の際にはジョージ・ W ・ブッシュの支持を宗教右派の間で取り付ける重要な役割を果たした。ラヘイの名は小説 レフトビハインドの著者として最も知られている。この小説は、観南前、景挙説に基づく景挙後の社会を描いている。この景挙は、全千年王国説、特にディスペンセーション主義者の間で複数回行われると信じられている。この本は、実際には、スポーツライターで、数多くの小説を書いているゼリー・ジェンキンスがヘ平のノートから着想を得て書いている。 このシリーズは1995年に第1巻が発売され、その午前12巻が発売された。非常に人気を博した、このシリーズは2016年7月時点で6、500万部を売り上げている。また、このうち7タイトルはニューヨークタイムズや USA トゥデイのベストセラーリストにも掲載された。福音派牧師のジェリー・ファルエルは、第1巻についてこのように述べている。 この本は、現代キリスト教に非常に大きな影響を与えた。現代においては、聖書の次に偉大な本だ。また、売り上げにおいては、トム・クランシーやスティーブン・キングと比較される。ラヘイは自ら原案を思いついた時期について述べ、それは1994年頃に飛行機に乗っていた際、結婚しているパイロットが、フライトアテンダントと浮気しているのを見た際だと言っている。 その時、彼は、根経挙が起きたら、このパイロットはどうなるのかと考えたのだった。実際、小説の最初の場面は類似の展開となっている。彼は、レフトビハインドの映画制作権を売却したが、その映画、レフトビハインドがラヘイの望むキリスト教価値観に基づいたものというよりも、単なる工業的成功を狙ったものとなって、しまったとして、彼は後悔することとなった。 原著に関しては、en, ティムラヘビブリオグラフィーを参照。クラウド、ジョン、ミート・ザ・プロフェット。タイム、http コロン、スラッシュ、スラッシュ、www.time.com、スラッシュ、<www. time. com> シュタイム、スラッシュ、マガジン、スラッシュ、アーティクル、スラッシュ0、レー、9171 26、265422、00、html? イードイコールチックススフィア2007年12月19日、閲覧。ABCDE ドライファス、ロバート、レバレンド・ドゥームズデー、アコーディングツー・ティム・ラフェ、ザ・アポカリプス・イズ・ナウ。ローリング・ストーン、https コロンスラッシュスラッシュ www.rollings。Www. d o n y c o m スラッシュポリティックスラッシュストーリースラッシュ5939999スラッシュレイバレンドトゥームズデー2017年9月16日閲覧 ABCDE マクファーデンロバートティムラヘディエスアット90ファンダメンタリストリーダー S グリズリーノベルズソールドミリオンズザニューヨークタイムズ https www. ニータイムズ .com 2 0 1 6 0 7 2 6六ブックスティム・ラヘ・エクリスチャン・ファンダメンタリスト・リーダーダイズ・アット・マイナス90 HTML R イコール・レイ2016年7月27日閲覧 ABC ・ウェーバージェレミーダイドティム・ラヘ、オーサーフレフトビハインドエー・ロング・レガシークリスチャニティ・トゥデイ、http www. クリスティニティトデイドット c o m クリニングス ,2016, ジュライティムラヘダイズレフトビハインドコウサーストローク HTML 2016年8月4日閲覧。ABC ハガティ、ジェームズエヴァンゲリストティムラヘペンドベストセーリングアポカリプティックブックシリーズ。ザ、ウォールストリートジャーナル HTTPS, www.wsj.com, アーティコルズ エヴァンジェリスト・ティム・ラヘペンド・ベスト・セリウム・アポカリプティック・ブックシリーズマイナス -14 億6980万69332016年8月4日閲覧。ヒストリー・オブ・ SDCC。サンディエゴ・クリスチャン・カレッジ。2014年6月8日。時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年1月30日閲覧。ザ・エボリューション・オブ・クレシャネザム。 ザクレッシャネザムサイエンス s リオドピープルフォーザアメリカンウェイ2008年9月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年11月26日閲覧 ABC ゴルトベルクミシェルフンドメントリアンスウンドサロンオリジナルの2007年12月14日時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 7 1 2 1 4 0 6 2 9 5 6 h t t p d i l s a l o n c o m s t o r y b o o k s f e a t u r e 2 0 0 2 0 7 2 9 l e f t behind, index, html, hat, o r g t i t i クリスチャン・イグザミナーオリジナルの2013年9月19日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/.web/.20130919182256/.http://www.christianexaminer.com/.arti cles/.arti clespa セント20ディセンバー09アートディセンバー 0906HTML2013 年9月14日閲覧ティムベバリー・ラヘゼネラル・ティチャイングス・アクティバティスビブリックル・ディサーメント・ミンリーズ2007年12月14日閲覧ウィリアムズ・ダニエル・ケイゴッツ・オウン・パーティーザ・メイキング・オブ・ザ・クリスチャン・ライト p194isbn 9長7801億9992万 9061https コロンスラッシュスラッシュブックスドット g o o g l e c o m スラッシュブックス id イコール lqf サンクバックギー8 c アンド lpg イコール pp1 アンド dq イコールゴツパーセント20オウンパーセント20パーティアンドピコグラムイコール pa194v イコール オネパゲ2016年7月29日閲覧。ABC バーバラフォレストポール・アール・グロス、クレシャネザム、エストロージャン・ホース、ザウエッジ・オブ・インテリジェント・デザイン、2004、ページ272、マカリスター、メラニー、アン・エンパイア・オブ・ゼアオン。 the nation,http コロンスラッシュスラッシュ www.thenation.com スラッ、ok、シュドックスラッシュ20030922スラッシュ m c l i s t e r 2 0 0 7年12月19日閲覧。ジェリー・ビー・ジェンキンスティム・ラヘ、レフトビハインド。レフトビハインド、2016年7月29日、閲覧。アリマン。 トーマス・マイケル、ザ・ ah e. 25・モースト・インフルエンシャル・イヴァンジェリカルズ・イン、アメリカ、ティム・ベバリー・ラヘ。タイム、e、http コロンスラッシュスラッシュ www.time.com スラッシュタイムスラッシュカバーズスラッシュ1101050207スラッシュ PHOTOESSE はスラッシュ15ド HTML2007 年9月8日閲覧。ありがとうございます。